はい、えー、3336回始めます、2024年9月6日、金曜日入ったところですね、はいうーっとまあずっとねシリーズでやってるんですけど、あの特殊詐欺、ね、日本中で流行ってるんですけど、日本人というか世界中で流行ってるんですけど、今回もねあのボリューム13、ボリューム13ということで、もう全然ね減るどころが増えてるよね、これね、特殊詐欺。 困ったもんだだよよねこれほんと詐欺師だらけよもう死体に汗して働くよりもねあのー、人を騙してねあのー、奪った方が全然あのー、お金稼げます稼ぐっていう言い方も変だねお金ねあのう、ー、けられますよと儲けるっつーのも変だけどね詐欺の方がこれ効率もいいしね金額もたくさんうんあのー。 ももらえるっていうのも変だ <laughs> 本当詐欺師増えて困るなこれ。とい,いうことで今回7つ、ね、お話ししていきますよ今回も7つ、ね、短期間ですぐ7つとか10とか集まるんですよねこれニュースはいこの私紹介してるのは本当ね一部分なんでね、あのー、それ以外にもたくさんあるっていうことですよ、うん、それ考えてねまあ一部分だけでもちょっと紹介します今,日今回は7つ、ね、まず、えー、福岡の話ですね。うん 2人の生活のために投資で利益を上げようあこれロマンス詐欺だね、うん、福岡市の50代の女性、ねえー、約2,000万円騙し取られるなどの詐欺被害っていうことでね、はい、福岡市の50代の女性が SNS で知り合った外国人男性を名乗る相手に2人の生活のため投資で利益を上げようなどと嘘の投資話を持ちかけられおよそ2,000万円、ね、あの騙し取られたと。う いうことですこの福岡市南区に住む52歳の女性は、えー、旅行の趣味などを共有する SNS グループを通じてヨーロッパ系の外国人の男性女の、えー、るアカウントとのやり取りねするようになったと一緒に暮らそうとか2人の生活のために投資で利益を上げようとか言われてねあのー、10万円を最初振り込んだとでサイト上ではすぐに利益が出たんでまあ、どん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 。 ね、そんでお金もっとたくさん増やした方が儲けもでかくなるよということで女性は1ヶ月で6回にりり合わせて2000万円を振り込みましたと、ねうん、現金を引き出そうとしたところ口座が犯罪に利用されてるとか何とか言って、ね、さらに580万円が必要などと言われたため、えー、女性は詐欺に気づいたということですね福岡の女性。 うん、はい2件目山田参院中央テレビ山陰、うん、だからこれ鳥取とかそっちの方かなこれうんエネルギー市場取引が儲かるこれはエネルギー市場取引が儲かるっていうこれは初めて聞いたね SNS 型ロマンス詐欺で、えー、島根だね松江市、ね、の60代,だ60代男性が約430万円被害に遭ったと詐取されるということで。 ね、SNS 型ロマンス詐欺、えー、松江市の60代男性だから一応名の相手騙してきた方が女性なんでしょう、うん、SNS に友達申請があった女性と仲良くしたいという思いから連絡を取ったのをきっかけに、えー、エネルギー市場への投資話これは珍しいねエネルギー市場への投資話を信じ込んだ松江市の60代男性が約430万円ねっ 騙しとられたということ型ロマンス詐欺だねこれ男性には女性女性には男性が大体詐欺師出てくるってことですよ。はい、次 RKB 毎日放送ね70代の男性が約1億8,000万円だまし取られるっていう高額だね1億8,000万円架空の投資サイトで利益が出ている表示を見て信用してしまったと。うん 福岡市の70代の男性が sns 型投資詐欺で1万1億万億円を騙ししられましたと、うん、福岡市中央区に住む70代の男性は今年3月 SNS 通じて知り合ったグループから投資話投資サイトを紹介され指定された銀行口座に現金を振り込みましたとであのー、サイト上では利益が出ていたってやつだねこれ アプリなのかインターネットサイトなのかわかんないけどとにかく、ね、取引始めてお金振り込んで取引始めたら、まあ、利益が出てるように見えたとでその後も35回にわたってなんと1億8000万円を振り込んでしまったということですね、うん、男性は先月下旬 SNS 型投資詐欺に関するニュースを見てあの不安に感じて警察に相談したということです1億8000万おっきいねうん。 次、4件目。香港居住の女に2か月で送金12回、えー、1318万円騙し取られるということで、きっかけはインスタグラム。うんうん、ということで、札幌、北海道、今度札幌ですね。えー、北海道札幌、えー、南警察署は2024年9月3日、札幌市の40代男性が投資詐欺の被害に遭ったと発表したと、うん。警察によると、この男性ね、40代の男性は、 6月6日インスタの、えー、ダイレクトメッセージを通じて知り合った香港居住の女、ね、男性には女性女性には男性がつきますからまあロマンス詐欺だね一種のねこれねうんあの必ず成功するから投資しようとね香港の女性に誘われたということで40代の男性ね、えー、その後 LINE を,を交換してうん やり取り重ねて6月21日から FX2、うん、か月間で指定された FX 投資アプリを通じておよそ12回にわたり合計ね1318万円振り込んだということです札幌のね男性 FX 結局はまあいろいろねインスタから始まってインスタで知り合って LINE、ね、グループ LINE 交換して LINE グループで FX の投資のアプリねあのー、使って まあ結局1300いくら、うん、大金を失ってしまったということですよロマンス詐欺だねこれね、はい、5件目今度はどこか神戸新聞 n e、えー、まあ兵庫県の話だね、えー、SNS で投資話20回にわたり約1150万円振り込むということで会社員の男性がサイン被害9月2日午後5時ごろ兵庫県姫路市 の、えー、会社員男性52歳が交流サイト SNS で知り合った女性に投資する話に乗り約1,150万円騙し取られましたよということですねまあこれもかねあのー、漏れなく52歳の男性はまあ女性と名乗るものにあのー、騙されたっていうことだねこれうん。 こうやって見るとねやっぱり女性には男性男性には女性がついてて今孤独な男女が増えてるってことだね本当に、うに、ん、ねえやっぱり、うん、異性からねあの一緒に儲けようとか一緒にね将来に向けてとか言われるとやっぱり孤独な男女はなびいてしまうってことですよねはい私もそうですよ孤独ですよはい。次テレビ山梨6件目、ね 保険料のか払いがある、えー、市役所職員を語るる電話ということでね市役所職員を語る電話があったと60代男性が約100万円の詐欺被害っていうことですねはい保険料のか払いあっかいがあり保険料のか払いがあり返金するねいい話だねお金返すよと、うん、あなたのかばらい金があるからお金返しますよっていうまあいい話なんだけどそこで食いついたところに騙しかかるってことですね 市役所の職員を語るる、ね、電話をきっかけに過、ね、払いがあるから、ね、お金返しますよっていうね市役所職員を語るる者からの電話があり、えー、60代の男性が約100万円騙し取られましたと、うんしうん、警察によりますと8月28日午後0時30分ごろ、ね、昼過ぎ甲府市に住む60代男性の家に市役所職員を名乗る えー、男から電話がありましたこれはロマンス詐欺じゃないね男60代の男性のところに男から電話があった役所を名乗るねうん役所を名乗る男保険料の代わりがある、ね、5600円返金するねさらに男は、えー、通知あ返金3万5600円返金するって言われたんだねうんさらに通知を5月に郵送しましたが 届いていないいてなかかここれからででででも手続きできるのでということうね口座番号口座情報を教えてほしいと言われてこのために男性は金融機関の口座を使えると伝えるとしばらくしてその金融機関の、ねあのー、名乗る別の男から電話があったとそしたら金融機関の署員を名乗る男がね還付金の手続きをするとこれから ATM に行ってもらうと言ってね ATM にあの行って午後2時30分頃 ATM ついたところで携帯電話に電話があり男の指示を受けながら ATM 操作したと、うん、そんで手続き終了後利用明細を確認したところ他人名義の口座に現金99万8828円を振り込んでいたことに気がついたということでねお金還付金ね過払い金あるから返すからっていうことで言われて金融機関までねまあ ATM まで連れて行かれてね誘導されて。 そんで ATM のところで電話またかかってきてうんそんで相手の言うままにね ATM 操作したら結局出金されてね、あのー、送金させられてたということで100万円あるんだねこういうことね本当にこれね相手の言うままにやってるとこれうんやってること分かんなくなるんだろうねこれねちょっとうん怖いね私もひと事じゃないよこれ本当に。 で最後7件目、静岡放送、儲け話がありますということでね、SNS で暗号資産取引に勧誘され、50代女性が約970万円騙されるということで、970万円、50代の女性、これ男かな、相手は、うん、静岡県裾野市に住む50代の女性が、SNS で知り合った人から暗号資産取引に勧誘され、約970万円騙し取られる詐欺事件が発,表発生しましたと。詐欺し 詐欺被害に遭ったのは静岡県裾野市に住む50代パート従業員の女性ですと警察によると,と女性は、えー、インスタグラムで儲け話がありますなどとダイレクトメッセージで、ねえー、連絡を受けて暗号資産取引に勧誘され2024年 5, 5月下旬から7月下旬までの間に約970万円の暗号資産を騙し取られましたと女性は今度は LINE でやり取りを重ね 現金をを仮想通貨にに変えるように指示を受けましたと女性は言われるまま偽の、えー、アプリをダウンロードし入金儲けが出ているようなグラフを見せられ信じ込んでしまったと、うん、その後5回にわたって入金を繰り返したということでね、うんまあ、女性が増えた暗号資産を現金化して引き出したいと伝えたところ手数料がかかると。 言われて不審に思って家族にを相談して詐欺に気づいたということですね。これ女性970万円50代の女性ね970万円ねあの被害に遭ったということで今回この7件だけでした。はいうーんとまあどの手口もね結局あの読んでみるとよ、まあ、私なんかこうやってねあの読んで喋ってみるとねあのもうパターン化されてて。 うん、分かりそうなもんなんだけどまあでも私なんかも引っかかりそうだなっていうね、あのー、ありますよ正直なんでね怖いねやっぱ見知らぬ人からのいきなりの電話とかねあのダイレクトメッセージとかメールとかそういうものは、まあ、いきなり来ちゃうとね、うん、どうだろう、ね、やっぱり自分が弱ってる時とか寂しい時とかなんかは相手したくなっちゃうのかもしんないねこれ相手するようになっちゃったらもう相手ペースだから。 うん、とにかく関わらないのが一番いいよ、うん、連絡取らないっていうかね、うん、信用しない会ったこともない人なんだからでその言ってること言ってる内容とかね喋ってる内容とかね、うん、それはあの何て言うのかな言ってる内容とかもう誰が言ってるかわかんないんだから、うん、誰が作ってるかわかんないしね、うん 本当に信用できる人間なのかどうか会ったこともない人だから、うん、その会ったこともない人の作った文章とか言ってることなんていうのはまるで信じないってことですよ、うん、やっぱりねあの少なくとも一度でも顔を合わせたことのある人間ならまだしもですよ、うん、会ったこともない人間の言う通りに指図されてね、うん、指示されてお金振り込むとかねあのー、入金するとかそういうのはしない方がいいですよ、うんはい まず会ったこともない人の言うことね言った内容のメールとかね信用しないっていうことですね。はい、とにかくね詐欺師、本当に増えてるんだけどあの引、ー、っかからないのはもちろんだけどね詐欺グループの一員にならないようにね特に若い人かけ子とか受け子とかうち子とかそういったものにならないようにもう騙された、騙されたって、ね、あの言うけどもそういう人ねあの犯罪に走った人は。 自分もだ騙されたんだって言うけどもいや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 あの騙してる側だからうち子とかかけ子とか嘘ついてる時点でねあの全然免罪符にならないんであの闇バイトとかねあの簡単に5万円もらえますとか簡単に10万円もらえますとかそういう仕事それ自体がもう怪しいんであって犯罪なわけだから、うん、犯罪者にならないように、うん、注意していきましょうっていうことです。よ はい終わりたいと思います3336回終わりますチャンネル登録高評価お願いします失礼します